はい、どうも皆さん、こんにちは。ゆずいこです。それでは今回なんですけども、三井住友 V ポイントアプリ20%増量で増えた残高を幅広く活用ということで、今回は三井住友カードが提供する V ポイントアプリについてですね、この動画では V ポイントアプリで入っている残高を、まあ、こんな風な使い方がありますよというような簡単な使い道をですね、まとめましたので、サクッとお伝えしていこうと思います。それでは、行ってみましょう ということで、本題に入ればいいんですね、先日こちらの三井住友 V ポイント交換プラス増量までっていうような動画を出してますんで、まあこちらを見ていただいたら、あ、今からの流れがある程度わかるのかなというふうに思います。一応こちらはリンク貼っておきます。で、先ほどお伝えした20%増量ということなんですけども、今ですね、三井住友銀行からリリースされたアプリ、この V ポイントアプリっていうんですけども、まあそのね、アプリがリリースされた記念で、まあポイントサイトとかで貯まってるポイントを、この V ポイントアプリにチャージしたら20%増量 されるっていうキャンペーンが絶賛開催中なんですよまあ、そのキャンペーンがすでに始まっておりまして3月の31日まで開催がされておりますで今回はその20%増量とかで増えたまあその V ポイントアプリの残高の使い道であったりとかまあ実際のそのやり方使い方っていうのはどんな風なのがあるのかっていうのをお伝えしたいと思いますでその一覧がこちらなんですけどもまあ、先日上げた動画にもアップしたんですが一部ちょっと修正を加えております V ポイントアプリ残高の使い道ということで上から順に見ていきましょうまずアプ Apple Pay ということなんですけども、こちら普段からね、iPhone とか使われてる方が主に乗ってくるんですが、この方たちは、まあ、ID 決済が利用可能となるんで、ID 決済が使えるお店で決済すれば残高が使えると。まあ、普通にね、ID が使えるお店ということであれば、ID の公式のページがありますんで、そちらで検索をかけていただければ、いろんなお店が出てきます。まあ、ジャンルは幅広いんですけども、基本的にはま、コンビニとか、まあ、自分たちが知ってるようなお店でだいたい使えるかなっていう感じですね。で、次にその Google Pay なんですけども、こちらはビス ビザのタッチ決済が可能なお店っていうところがポイントとなりますまあ、ここ最近ね結構ビザのタッチ決済が使えるとこは増えてる印象ではありますねまあ、ビザのタッチ決済が使えるお店についても公式ページに出ておりますまあ、僕がねこのビザのタッチ決済を知った時はそんなに使えるお店多くはなかったんですけどもまあまあここ最近は増えてる印象ではありますねまあ、コンビニでは使えるお店はこんな感じとなっております、まあ、セブンローソンが使えるっていう感じですねファミマはまだ対応してないみたいですで次に1つ目はネットショッピングっていうことでまあ、ネットショッピングであればねもう 使える幅はめちゃくちゃ広いんですけども、以前ね、動画でコメントいただいてましたアマゾンギフト券とかの購入とかでもいいかなっていう感じです。なので、実質そのポイントを交換して20%増量された状態でアマギフが購入できるっていう感じで捉えていただければ大丈夫です。で、次ここですね。モバイルスイカ、上限2万円ということなんですけども、個人的にはやっぱりこれが一番いいかなというふうに思っております。まあ、実際のやり方をですね、見ていただきたいと思うんですけども、めちゃくちゃ簡単です。まずは V ポイントアプリで ご自身のカード情報を知っていただく必要があるんですけどもまずは V ポイントアプリを開いてくださいで、そしたら右上にですね3本線のマークがあるんでそこをタップしていただくとメニュー画面が出てきますそして一番上にですね カード情報をネットショッピングで使うっていう項目があるんで、ここをタップしてください。そうするとですね、ご自身のこの V ポイントアプリのカード情報というのが出てきます。カード番号、有効期限、セキュリティーコードっていうのが、こういったところで確認することができます。まあ今はね、ちょっと隠してるんですけども、ここで確認していただきまして、で、ここの部分を、まあ事前にですね、控えておいた方が、結構設定とかネットショッピングはしやすいかなと思います。まあもちろんね、使い終わったらもう処分していただいてもいいんですけども、いちいちアプリが開くのがちょっと面倒だなっていう感じの 方は事前に控えておくと結構便利です。 で、早速ですね、僕のモバイルスイカにチャージをしてみたいと思います。まずは、モバイルスイカのアプリを開いていただきましたら、まず僕の残高が4589円というところを覚えておいてください。で、そこから右下にですね、チケット購入、もしくはスイカ管理っていうのが書いてるところが右下にあるんで、ここをタップします。そしたらですね、いろんな情報が出てくるんですけども、画面を下に下がっていただくと、ここにですね、登録クレジットカード情報を変更という項目があるので、ここをタップしてください。 そしたらですね、クレジットカードの情報の入力画面になるので、ここで先ほど控えていただいたカード番号、そしてカードの有効期限をそれぞれここに入力をしていただいて、で、入力ができたら右上の次へをタップします。そしたらですね、今度はセキュリティコードの入力画面が出てくるので、ここで先ほど控えていただいたセキュリティコードを入力をしていただいて、これで右上の次へをタップしたら、ここでクレジットカード情報の確認画面が出てくるので、入力した情報に間違いがなければ、ここの登録するをタップします。 そしたらですね、ご覧の通り、クレジットカード情報変更完了しましたと出てくればバッチリです。で、最初のトップページに戻っていただきまして、ここのですね、ビザっていう風に記載がされているとこをタップしていただくと、下からですね、メニューが出てきまして、1000円をチャージします。選択した場合取り消しはできません。で、早速ですね、入金してみたいと思いますんで、入金チャージというとこをタップしたら、この4589円が、5589円ということで、1000円分がチャージしっかりできましたよということになります。なのでね、本当、 普通にスイカにチャージするっていうだけじゃなくて、今回は僕の場合はその V ポイントアプリで20%増量された状態で、その分をスイカにチャージできてるので、結構使い方によってお得かなというふうに思います。まあもちろんね、日常生活でスイカ使わない方からすれば、あまりお得感は感じないかもしれないんですけども、普段からね、スイカを使われてる方はこういった方法もありなのかなというふうに思います。ですけども、一つ注意点がありまして、あの、Apple Pay あると思うんですけども、Apple Pay からのチャージは、この V ポイントアプリを使ってはできませんので、注意点して、 注意をしてくださいあくまでも今お伝えしたクレジットカード情報を入力してからのチャージ方法ということになりますんで気をつけてください僕も最初これそれができなくてちょっと焦ったところではありますで続きまして4つ目のペイペイかっこ上限5000円ということでまあ、ここもですね使い方によっては結構お得ですでそのペイペイでのやり方なんですけどもまずはペイペイの画面を開いていただいて右下にですねアカウントという項目があるのでそこをタップしますそうすると自分の情報が出てくるのでここの支払い方法の管理というところ をタップしていただくと自分自身の支払い方法の管理画面に出てきますそして今回はこ,このクレジットカードを追加というところをタップしていただいてそしたらですねクレジットカードの追加画面が出てくるんですけどもここは本来であればクレジットカードの情報をカメラで読み込むんですが今回は物理カードがないのでここにですねカード情報を直接入力っていうところがですねあるんでここをタップしますそしたらクレジットカードの追加の画面が出てくるのでここで先ほど控えていただいた v ポイントアプリのクレジットカード番号を入力して いいただいてて有効期限セキュリティコードも入れて追加すするをタップしますそしたらですね、ご覧のようにクレジットカードを追加しました。現在の利用上限金額は5000円です。利用上限金額を増額するには、本人認証、カッ 3D セキュアをしてくださいという風に出てるので、まあ一応とりあえず5000円は使えるようになりましたよということなんですが、今現在ですね、この V ポイントアプリには 3D セキュアがないんですよね。まあ、もしね、この V ポイントアプリに 3D セキュアがあれば、結構熱いっちゃ暑 厚いんで、すけども今現在はははないのでそののででででそ場合はペイペイでは5000円分まましか使えませんこここは注意してくださいでこの閉じるをタップしたら、バッチリとね、支払い方法の管理にも追加がされまして、ここにも出てる通り、利用可能額支払い5000円っていう風に出ております。なのでね、20%増量された分で、5000円までならお買い物できますんで、それでそれで結構お得かなと思います。で、実際の使い方なんですけども、例えばお店で PayPay でお願いしますっていう場面が出くわしちゃうとします。その場合、真ん中下の支払い 腹をタップしていただいて、そうするとですね。支払いのバーコード画面が通常であれば出てくるんですけども、ここにですね。僕の場合は paypay 残高となっているので、ここをタップすると支払いの方法をですね。選択する画面が出てきます。で、今回はここのクレジットカードという項目がですね。利用可能額5000円という風に出ているので、ここが v ポイントアプリに該当するので、ここをタップしたらしっかりとね。支払い方法がクレジットカードの状態になったんで、これで決済すれば v ポイントアプリで決済されたのと同じような状態となると。と いうことになります結構やり方としたら簡単ですね。支払い方法の選択だけ間違えなければ OK です。で、今回一つ注意点としたらここなんですけども、PayPay ペイペイの残高払いではなくて、クレジットカード払いになるので、よく聞くね、あの PayPay ペイペイステップ0.5%から1.5%の還元はないので、ここは注意をしてください。あくまでもクレジットカード払いとなります。なのでペ、PayPay イペイで決済したら基本的に僕の場合は0.5%還元があるんですけども、この支払い方法を今みたいにクレジット カード払いいに切り替えたた場合はそういった還元はないので、注意してくださいなので例えばで言うと、まあ、PayPay であれば結構キャンペーンはね、行われることは多いと思うんですが、こういった還元率の画面があった場合、ここに該当するんですよね。その他のクレジットカード対象外っていう感じになるので、よし、V ポイントアプリで20%増量と合わせて使っちゃおうって思ってても、キャンペーンによってはですね、ポイント付与の対象外になる場合もありますので、気をつけてください。大体はこう、PayPay 残高であったりとか、Yahoo カードとかそういったものが多かったりするので、勘違いしないように、 にしましょう以上がね、V ポイントアプリ残高の使い道ということで、4つ紹介を深掘りしながらお伝えをさせていただきました。まあ僕的には先ほどお伝えしたね、モバイルスイカにチャージをして使って、その余った分という言い方は変かもしれないんですけども、まあ PayPay でも決済しようかなというふうに思っております。で、他にもね、こういった方法で使えますよとか、ネットショッピングであればこれがお得ですよとか、まあそういった方法があればね、ぜひコメント欄に書いていただけると嬉しいです。まあそんなこんなで今回は V ポイントアプリ残高の、まあ、使い道ということで簡単ではありましたけどもお伝え させていただきましたまあ、ちょっと前の動画でもお伝えしたように確かポイントのレートが変わるということだったので3月終わってから4月からでしたっけなので今回のこの20%増量キャンペーンって本当に熱いかなと思うのでまあ、使えるうちはねポイントの交換額とか上限とかをちょっと気にしながらうまく使っていこうかなという風に思っておりますで過去にねお伝えした V ポイントアプリに関する動画に関しては下の概要欄にリンク貼っておきますんでどういうことなんだろうという風うに思われている方も中にはいらっしゃるかもしれないのでそちらをぜひチェックしていた いただければなと思いますということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございましたまあ、先日ですねちょっとツイッターでもつぶやいたんですけどもあの深夜にですねちょっとツイッターをやってた時にあのまさかね僕の iPhone がご覧の通りですねあの普通に使ってて緑の線がシュッと入ったんですよね で、そこからですね、画面の起動がおかしくなって、うわ、もう最悪って思ってですね、ちょっと修理しようかどうしようかなっていうふうにめちゃくちゃ迷ってたんですよ。一応ですね、Apple Q には入ってないんですけども、あの、月額でスマートフォンの保険には入ってたので、まあ、ちょっと修理しようかなと思ってたんですが、少しですね、ちょっと自分の仕事とかに支障来たし、きたしてたので、もう今回思い切ってですね、iPhone 12を SIM フリーでビッグカメラで購入してきました。迷いは特になかったですね、とりあえず SIM フリーの iPhone であれば、 どこでもいいから買っちゃおうと思ってな無事にね購入ができたのでなんとかなりましたその購入方法なんですけどもそちらもちょっとツイッターにつぶやきまして修理と迷ったけど iPhone12 を購入ポイントの価値がみたいに思われるかもしれませんが今回はビッグカメラで一度やってみたかった全額 D ポイント払いということで かっこ15%増量付与待てなかったというふうに呟いたんですけども、そうなんですよ。僕、今回初めてですね、ビッグカメラで iPhone 全額ですね、D ポイントで払いました。しかもですね、 期間用途限定は数千ポイントしかなかったんですけども、残りは D ポイント、通常ポイントで払ったので、通常の D ポイントであれば JAL の前で交換できたりとか、まあ、日光フロッキーっていうのを使って現金化するっていう方法も中にはあったんですけども、そういったのを取っ払ってとりあえず D ポイントで買っちゃおうと思ってですね、結構今回は思い切った決断をしました。ぶっちゃけね、結構ポイント溜まってても何に使おうって若干迷うとこではあったので、まあ今回はいいタイミングだったかなというふうに思いました。 マイルもね、今もなかなかちょっと旅行に行きにくいような状況だったりもするので、結構迷ってたところではあったんですけども、まあ、今回はポイントで変えてよかったなというふうに思いました。ちなみに15%増量というのはこちらですね。おそらくですね、この動画をアップしてる日の深夜か次の日ぐらいに増量分が付与されるんじゃないかなというふうに思うんですけども、ま、あその付与されるまでの空いた数日間が結構ね、仕事に支障をたしそうだったので、もうこれも正直待てなかったです。ちなみにですね、今回 D ポイント払いで気づいたんですけども、 還元率全然良くないんですけども、D ポイント払い、ビッグカメラで D ポイント払いをすることによって D ポイントもついたんですよね。まあそれがこちらなんですけども、購入した時のレシートで、まあ利用ポイントが118,030ポイントを使いまして、まあ、ちなみにこんなにいっぱいポイント使ったのは人生で初めてです。で、それを決済することによって、 発生ポイントが1423ポイントつくんですけども、これが普通のビッグポイントとしてつくらしいんですよ。で、今回はその他社ポイント変換ということで、まあ、約半分ぐらいになるんですかね。進定ポイントが712ポイントつきました。まあ、確かに還元率は結構あんま良くないですね。0.5から0.6ぐらい。 い感じですかね。計算間違ったらすいません。D ポイントの履歴を見たらこんな感じでした。まあ使った分は、期間用途限定が1845ポイント使って、通常ポイントが116,185ポイントを使って、付与されたのが通常ポイントが付与されてますね。712ポイント付与されてるっていうことで、まあちょっとお得かどうかちょっと微妙なとこではあるんですけども、ずっとね、使わず眠ってた D ポイントがいい感じに本当に使えたので、こういった発信をしながら、ポイ活をしてて、本当に良かったなっていうふうに思うタイミングではありました。 あ今後ねこういった大きなポイントを使うことはなかなかないとは思うんですけども、まあ、今後もね楽しくポイ活はしていこうかなというふうに思っておりますということでありがとうございました。